そが死ねよって思いながら働いてたから申し訳ないです。夜8時に起きます。もうシンプルにムカつくんよね。楽しみがパチンコしかなかった。いやでも最近でもめっちゃ寝れるからいいわ。体の調子がいいわ。俺も一時期さ、YouTube でやってる頃さ、全然寝れなかったんだけどさ、マジであの時に比べたら、すげえ調子いい。やっぱ寝れるのって大事だ、本当に。東京ただいまです。仕事始まります。死にます。偉いよ、みんなは。ちゃんと学校行って働いて。俺いつも思うもん。俺らみたいな配信者とかがさ、Twitter とかでさ、今日も一日頑張ろうみんなって言ってるの見るとさ、その今は何も思わないんだけど、もし俺が働いてる身だったとしたら、てめえって思う。俺本当にごめん、本当にごめん、もう本当にこれはもう正直に、本当にもう俺らみたいな、こんな朝何時に起きて毎日決まった時間に仕事行ってるやつに対して頑張れって、もうよう言えんわ。いやわかるし、お前らもはおはって思うっしょ。いや俺もね、もともと働いてたからよう言わんで、普通にムカつくもん。今日も頑張ろうって言ってるやつがさ、いつだって起きていいし、いつだって寝ていいやつだぜ、なめんなよってならん？俺はなってる。ちなみに俺は18で働き始めて、22か21で仕事辞めたんだけど、18で高校卒業して働くと、大学とか行ってるやつらのインスタとかツイッターとかが見れるのね。で、結構もうほとんどみんな大学とかに行ったりするじゃん。だから俺普通に働きながら昼の休憩とかでツイッターとかインスタとか見ると、今日昼みんなでラーメンとか、今日は1軒目であーだこーだでボーリングがあーだこーだとか、普通にマジ心の中クソが死ねよって思いながら働いてたから、俺だからみんなの気持ちわかるよ、本当に。だから俺はよう言わん、みんな頑張れとか。俺はどっちかっていうと本当にすいません、申し訳ないです。今日もちょっと夜8時に起きます。いやでも超ムカつくよな。なんか働いてる時ってマジで誇張なしで、人間ってマジでその自分以外の生き物を攻撃しそうになっちゃうのよ。いやわかんない、なんか働いててそのなんだろうな、まあ余裕がなくなるっていうか、なんかそのいやまあもうシンプルにムカつくんよね、やっぱ自分が働いてる時に。そういうの見るとガチでなんだろう、なんでだよってなりそう。そう、それでムカついちゃったりすんだよね、やっぱ働いてる時は。俺ムカついてたし、俺もそうなっちゃう、人間は。だから俺は最近ネットとかでその誹謗中傷とかなんかマイナスなことを書くやつは余裕がないんだなってやっぱ思う。やっぱ吐け口がないからね、そういう人たちは。ストレスを発散する、仕事で追われてるとなんか一つの捉え方しかできなくなるよね。まあそうね、あれが本当にいいやつね。てか俺が働いてて普通になんか俺もそういう感情を持ってた時期あったから、なんか俺が働いてんのに筋トレ帰りみたいなツイート見て切れそうになったりとか。本当にそう、なんか働き始め18から20ぐらいの頃は本当になんかもうなかったな。もう仕事して寝て起きて、仕事して寝て起きて、でたまの休日することがなくてパチンコ行ってみたいな。楽しみがパチンコしかなかった。どこで働いてたの？俺はあれだよ、栗を拾って炙って、栗が飛んでこないようにこういうシールドをこうやって焼いてる人の前で構える仕事してた。その頃からギャンブラー、まあその頃からギャンブラーっていうか、もうそれしかすることが なかったね。人を大切にできないとき、自分を大切にできてないときだわ。まあそれあるかもしれないね。俺も思うもん。自分を好きじゃないときに人を好きになることなんてできねえだろうなって思うもんな。新社会人とかも、4月もう1ヶ月ぐらい経とうとするけど、なんか仕事って時期によってめんどくさい仕事が出たりするからな。しかもなんかもう基本もう今ある会社って基本もう全部ブラックだしな。ブラックってか、まあ仕事は全部辛いからな。何事も楽な仕事なんてないからな。俺らの YouTube とかこういう配信の活動も体力的には
行けたり自由かもしれないけど、やっぱり逆に自由を与えられたことによって狂うものもあるからね。いやほんとそうよ。俺もさ、その前までは YouTube なんていつだって休めるしめっちゃいいじゃんって思ったんだよ。最初はそうでした。最初はうひょー、これいつまでだって寝ていいのってなるんだけど、逆にその規則正しくないがゆえに、なんかやっぱおかしくなるね、体のどこかが。そういきなり深夜もう全然寝れなくなることもあるし、なんかのタイミングでマジでなんか体は眠いのに全然眠れないみたいな状況もあったりするしみたいので、だから結局やっぱ物事、やっぱそのだって有名になったら忙しくなってさ、いろいろなんか多忙になったりするしさ、だってヒカキンさんとかさ、なんか動画で言ってたけどさ、やばいらしいぞ今ヒカキンさん。なんかもう働きすぎてもうなんかうーってなってるってなんか言ってたぞ動画で。結局そうなんですよ、働かずにニートを続けててもね、膨大なね不安とかでね押しつぶされそうになったりするしね。若い時楽をすると将来辛くなるからね。まあ将来もうなんか最近もう将来とか考えてる人いんのかなって思うわマジで。もうみんな今を生きるのに必死よ。逆に将来のこと考えながら働いてる人はすごい。俺普通に働いてる時将来のこととか考えられなかったもん正直ね。いやてかむしろなんか10年後のこと考えると絶望してた俺は。働いてる時嘘だろあと10年間これやるん俺ってなった時はマジで鬱になってたね。しかもなんかどうしようもないしな、そう思ったところで帰れないし仕事も。まあ俺はそのたまたま YouTube ってのが上から降ってきてどうにかなったんだけど、まあ、そういうのも運ゲーだしな。今が必死すぎてずっと安定を探してるよ。まあ安定なんてないと思うけどね。基本辛いことになれるってだけだったからな。まあでも将来のこと考えたところでじゃない？将来のこと考えて何すんのって思わん？だって普通に数年先を考えて行動しないとどうしようもないこととかない？いやでも俺は無理だったな。3年後どうなってるんだろうって思わずに生きてたな。3日後ぐらいのことしか考えれへんかったな俺は。うわダリエマジであと3日もあんのとか、うわ日曜まであと3日かよぐらいの気持ちでしか動いてなかったな。配信者になろうと思って踏み出したその一歩がすごいよ。まあでも確かに、仕事辞めるってなった時怖かったけどね。すごくどんな世界すらも分かんない状況で入ったから。一般だと資格取って転職とかなんかな。まあでも確かに、まあでも資格はあった方がいいかもな。俺も別調理師免許があったから別なんか仕事なくなっても皿洗いとか仕込みとかそんぐらいはできるだろうって思いながら生きてたから、結構心の余裕にはつながるかもな。